戦いは神の御前に捧げられる聖戦である。伝統を軽んじ神の土地を荒らす不信仰者ともに我々が鉄槌を下すのだ。不信仰者ともに屈服してはならない。我々は戦いで死すことによって神の身元へ導かれるだろう。伝統を軽んじ神の土地を荒らす不信仰者ともに